こんにちは、風船愛好会です。今日は、テディベアを作ってみたいと思います。では、空気を入れるところからいきたいと思います。では、空気を入れていきたいと思います。だいたいですね、10センチぐらい残すということで、これがちょうどね、30センチですから、10センチというとこういうふうに3等分してあげれば、これがちょうど10センチですよね。10センチというとだいたいこう、こうか、指のですね、5本分ぐらいに、該当しますので、それで測っても結構です。こんな、わかるか、こういう感じですね。で、まず一気に、7つひねりますので、まずお花の部分なんですけども、でここから7つというと離すと、取れちゃいますんで、最後の最後まで維持しなきゃいけないので、難しい方は小指と薬指に挟んね、こういうふうになっちゃいますんで、小指と薬指に挟んで、上げれば力を入れて持ってなくても、ここは維持できます。で、これで指が自由になりますんで、これでやってください。で、できる方はこういうふうに、まあどっかで、私はだいたいここで持つんですけども、維持していただければできる方はこういう形でね、やっていただける。で、これ後頭部になりまして、片方の、ほっぺたですね、これがまあ同じぐらいですね、指3本分ぐらいで、お耳まん丸で、指2本弱ぐらい、1本半ぐらいで、額はまあこれと同じで、ほっぺたと同じぐらいで、お耳当然同じですよね。で、もう一つのほっぺた、当然これと同じものになります。こういう形ですね。それで、ひねり合わせるときなんです。まあ、こういうふうになってるんですけど、ひねり合わせるときなんです。こことここをひねる方がいるんですけど、そうじゃなくて、こことこっちですね、2個目。ですから、ここもずっと持ってないと、取れてしまいますので、こことここをひねった後も、ここはちゃんと持ってないと、取れてしまいますので、気をつけてください。ここと合わせて、引っ張りながら、こういう形でひねっていきます。それで、この、持ってるところを離さずに、この間ここに入れていきます。こうですね。それでお耳を、絞ってピンチツイスト、片っぽの耳もピンチツイストということで、こういう感じですね。で、これで、首は短くて結構です。で、こちらに、だいたい10センチくらいですね、前足の部分を叩いて、で当然これと同じぐらいの取れるぐらいのところで胴体を決めていただいて、これで同じぐらいだと思うんですが、でちょうどですね、こういうふうに尻尾にしますんで、こういう形で尻尾がちょうど出るような形で、ここをひねっていただいて、後ろ足で、ちょっと足の長い、
クマさんみたいなテディベアみたいなんですけども、これでこことここをひねり合わせていきます。でこういうふうにしてあのフラワーペタルを2つ一緒にひねって、これをこっち、これをこっちと逆にして、で足の下も同じ要領で、ということで、テディベアの完成、定番のテディベアです。ではまた。